ベリオトルミスベリオトルミスはエストニアの作曲家。ベリオトルミス、ベリオトルミスの表記も用いられる。存命中は最も偉大な合唱作曲家の一人に、また20世紀のエストニアで最も重要な作曲家の一人に数えられた。国際的には膨大な数の合唱曲によって知名度が高い。そのほとんどは無伴奏合唱曲であり、その大半が歌詞、旋律。 様式いずれにおいても伝統的な古いエストニア民謡に移居している。音楽教師で合唱指揮者、オルガン奏者の父親の影響のもとに早くから合唱を始める。オルガンストップがもたらす対照的な音色に親しんだことが成熟期の作品に特徴的な合唱曲のテクスチュアや楽器法にも影響を及ぼしたようだ。1943年にタリン音楽学校において 公的な音楽教育を受け始めるが、第二次世界大戦と病気によって学業が中断される。1949年にタリン音楽院に進学し、さらに1951年から1956年までモスクワ音楽院にて研鑽を重ねた。1955年から1960年までタリン音楽学校で、 また、1962年から1966年まで、タリン音楽高等学校で教鞭を取ったが、1969年までには、もっぱら自由契約の作曲家として自活するようになった。その頃から、2000年に創作活動から引退するまで、トルミスは、500曲以上の個別の合唱曲を作曲しただけでなく、その他の声楽曲や気楽曲、映画音楽、 オペラも作曲した。1970年代後半と1980年代においては、政治的により挑発的な作品のいくつかが検閲に引っかかったにもかかわらず、ソ連や東欧の各地で作品が演奏される、信じがたいほど有名な作曲家であった。東欧においては、20世紀の合唱曲のレパートリーに偉大な、現在では、米国においてもより広い認知を得られるようになりつつ、 ある。日本でも近年、合唱コンクールなどで演奏される機会が増加した。東京混成合唱団では、松原千ンブが1995年に、幼き頃の思い出を演奏している。彼はらを題材にしたラテ天語の男性合唱曲、大波の魔術は、1999年の第52回、全日本合唱コンクール全国大会で3団体が、自由曲に選び、 その全てが金賞を取った。この年の全国大会に出場した男性合唱団は全部で6つであり、ドルミス人気の一端を示すものである。還元楽の分野では、序曲第2番が2003年に、アヌタリと東京フィルハーモニー交響楽団によって日本初演されている。エストニア国外で最も演奏機会に恵まれているのが鉄への呪いであり、 原始的なシャーマニズムの伝統を呼び覚まして、戦争の邪悪。この楽曲は、トルミスのその他の議論の多い作品と並んで、ソ連政府によって上演禁止とされていた。近年になると、トルミスの作品は、トヌカリウステ式エストニアフィルハーモニック室内、合唱団によるいくつかの録音と、国際的な演奏によってもてはやされるようになり、1990年代にトルミスは、 西欧の著名な合唱団から移植を受けるようになった。トルミスは伝統的な旋律や歌詞による作曲について、私が民謡を利用しているのではなく、民謡が私を利用しているのだと語ったことで名高い。トルミスの作品は、エストニア語や、その他のバルトフィン諸語の伝統音楽は、保護、育成すべき文化財の代表であり、 文化は歌を仲立ちとすることで生き続けるのだという、トルミスの革新の現れである。エストニアンコーラルコンポーザービルフォー・トーミス・ダイズ・アット86、ティー・ガーディアン2017.124、ビルフォー・トーミス・アット・オレゴン・バッハ・フェスティバル・ハット、ビルフォー・トーミス・アット・ザ・パシフィック・ユース・クワイア・アーカイブド2007年9月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABCD ・で一ツ、ミミ二千四 ありがとうございます。